どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトです。はい、今回はですね、はい、なんと江上さんがですね、超高級爪切りを持ってきてくれたということです。言っちゃった言っちゃったね。まあ、超高級だから、これ包丁専門店の、はい、こちらですね。わー、すげー、変な箱に入ってる。なんだこれ、スワダっていうところの、なんかスワダ僕はまだ使ってないんで、うん、どの程度の切れ味があるか分からない。おお、だってちょっとこの箱がめっちゃ高級感ある。あるね。ああ、メガネ入ってそうね。アルミ、アルミですアルミですね。ああ、僕アルミだね。そんな興味ある。いやいやいや、僕もいやいや、やっぱ高級品っていうのはケースからこだわってる。あ、なるほど。そうそうそう。じゃあ早速見てみましょう。はい、はい、こちらが超高級爪切りです。ダダーン。じゃじゃーん。すげえな、なんか高えぜって感じするよ。もう俺だって、俺が考えてた爪切りじゃないもん、まず。そのニッパーみたいな。うん、うん、だね。へえ。じゃあこちらはちょっと、はい、こんな感じになってる。ニッパー、本当ニッパーだよ。江上さん、こちら結局何円なんですか。あ、こちらね、確かね、7000円。すげえ。7000円。ニッパーでも7000円って相当高いやつ。いや、すごいよね。だ、相当切れると思うよ。え、マジで。じゃあこちらはですね、はい、一番手が綺麗と噂の、はい、キックさんにちょっと爪切り。俺 あんま伸びてない。いや、俺らもそんな伸ばしとけよ。俺もだから伸びてんだよ、ずっと。キックさん、はい、重厚感あるね。重厚感あふれる。これこうだよね、多分ね。そうかな。そうじゃない。じゃあちょっとここの、はい、割と伸びてるとこ、これ怖いな。さあ、切ってみましょう。お、どう、一回じゃ分かんない。切れ味はやっぱ素晴らしい。めっちゃいい。ただこの、あ、なんかね、いい爪切りっていうのは、爪切った時に、うん、もうなんか別にもう研がなくてもなんかいい感じになるし、うん、あってキックも言ってた。自分で調べたんじゃない。あ、でもどう、いい感じ。あ、あ、いい、いいですよ。本当に。うん、ただ、うん、あの、こうやって爪切ることないから。ああ、だから慣れないけども、そうそうそう、慣れたら、え、うん、いい感じ、切った後すごいいい感じ。いや、別にあの、いつもだったら、ここ、うん、もうなんか、気持ち悪いじゃん。わ、まあ、かるわかる、ね。だから、ヤスリとかやんないといけないんだけど、これヤスリいらん。ちょっと切らして切らして、俺も。これいいわ。へぇ。これ深爪っていうか、奥まで結構切れそうだね。うん。あ、確かに慣れないね。あ、なんかね、うん、なんだろう。なんかね、すげえ細かく切れるね、そもそも。だから切れ味がいいからかな、うん、なんかね、いや、爪が歪む感じがしないんだよね。そうだね。あー、確かにすげえ、スパッといくよね。スパッといくし、確かに。あ、あと、あれだ、安い爪だと、うん、爪切りだと爪、安い爪安い爪切ったら飛んでく、うん、あー、これ飛んでかないよ、ね、飛んでかない、そこでポロッと落ちる、うん、そうそうそう、なんかね、切れ味がいいからパキンって感じがないんだよ、うん、そうそう、もうちょっとさ、だからこういう爪切りをバーンって感じで切れるのかと思ったら、そうじゃない。うん、どうすか、俺が使ってる犯罪買った関の五六の方がいい、使いやすい。マジかよ。ちなみにそれはいくらですか。2000円くらい。こっち7000円。じゃあ7本買える。いや、でもこれすごいいいもん。いや、これいいですね。さすが7000円。まあ俺は買わないから。ワロマンが言った1000円の方買おう。いや、10年持つらしいっす。マジで。すげえな。10年戦える。戦えますね。ジオンかよ。はい、というわけで今回こちら、はい、超高級爪切り、うん、スワガ、スワダ、スワダさんの、スワダ、こちら爪切りご紹介しました。はい、皆さんもぜひお使いになってみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ、はい、全世界のみんな、バーイ、バイバイ、バイバイ。